あの人は？あの帽子でわかる通りさ。僕に何か用があったのかな？じゃあ、ここか。あとは？だって、ハゲ取るやないか、こいつなんの。帽子やろ？あ、ハゲ取るやないか、こいつほんまに。ハゲてないやないか、あんまり。帽子かぶってないやないか。ってなったこいつやな。ハゲ取るやないかを言いたいだけや。はい、ということで今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっております。デイトン教授と最後の時間旅行ということで、番外編やっていきましょう。さあ、ということで、番外編やっていきましょう。残り、本編内で見つけてない謎は3つですね。残りの3つを見つけ出した上で、この下段にある3つのミニゲームをやっていくという形でやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。まずは謎ナンバー140番ですね。出ました、ありました。ああ、なんということだ。俺はまたしても新たなる悲劇の主人公になってしまった。今度は一体どうしたんですか。俺には未来を見通す能力の他にも常人が到達できないレベルの能力を身につけてしまったようだ。そう、こんなことまで分かってしまう。俺は自分の才能が憎いだそうです。波紋の謎。図は誰かが川に何個か小石を投げ込んだ直後の水面を映したものだ。全く同じ場所に落ちた小石がなかったとして、何個の小石が投げ込まれたのだろう。小石の立てた波紋で画面から完全に切れているものはない。これとこれは一緒やな。なんで茶色なんか知らんけど。なんで茶色なんか知らん。これと？これが一緒か。で、これと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 、が一緒か。あとはこれとこれが一緒かな。さあ、もう書きすぎてわからなくなってきたよ。書きすぎてどれがどれの波紋か分かりづらくなってきたよ。ぐらいか。これは、これは、一緒か。これと一緒か。ってなると、1,2,3,4,5 色。5。5じゃないかな。これでどうかな。5じゃないのか。なんということだ。丁寧に数えたよ、メモを使って。じゃあまあ1個増えて6か。じゃあ6が相場か。これでどうかな。6でした。1個見落としてた。ルーク、これが真実だよ。まあちょっとこの図を見たとてです。まあ図を見たとてです。まさかあんたまでもが悲しい運命を背負っていたとはな。恐ろしい指定だ。ただ波紋を数えただけじゃないですか。何か勘違いをなさってるようですね。いいんだ、皆まで言うな。俺にはよくわかる。何もかも読めてしまうがゆえ、祭神の孤独ってやつがな。そんな大したものでは。すいません、用があるのでこれで失礼します。もうめんどくさがられてんね。なんだお前たちか。あれ、すっかり元気がなくなってしまいましたね。レイトン様が
ボスが消えちまったんだよ。あれはレト先生ではありません。アラン・ディミトリー博士ですよ。どっちでもいいさ、俺にとってはボスなんだ。そういうもんなんですか？六角島から逃げ出したところで突然ホークの野郎と一緒に消えちまったんだ。最初から身を隠すつもりだったのかな。だったら俺も連れてってくれよ。俺は一番の手下なんだぜ。そう思うだろ？言っちゃいましたね。なんか知らんけど怒ってた。ここか。ありました。おや、隠された謎があるぞ。ということで、謎151番。月曜日のレイトン。申し訳ない、今日木曜日だ。ルーク、このカードを見てごらん。マンデイ、月曜日ですね。これをすべて裏返すと、レイトンだな、やった。つって。さあ、このうち3枚を再び裏返して、私の愛する何かを名前にしてごらん。さて、ルークの代わりに考えてみよう。なんでマンデイがレイトンになったん？わからんけど。レイトンが愛するもの。なんでしょうね。クレア。クレアはないね。謎。謎は何や。ミステリー。ミステリーならんな。レイトンの愛するもの。レイトンの愛するもの、マンデー。元も子もねえっつって。3枚しか裏返せない。ロンドン。ロンドンって出たよ。レイトンはロンドンを愛しているんではないか。これは自信あります。愛しとんのかい。愛国心がすごい。解けましたよ、先生。正解。AYT を裏返すとロンドンという、レイトンの愛する街の名前が出現すると。こんなところかな。というところでございました。じゃあ最後の142番いきましょう。もう一回カジノに行かないといけないです。クズじゃないか。この奥かな？君か。やった、君だ。ラストの謎は君だ。私はこのカジノを支配する者、昼間からこんな場所に入り浸っているとは見逃せないことなんだな。ラルフさんも人のことは言えないと思うんだけどな。なんという生意気な子供だ。保護者がしっかりしなくてはダメだろう。これは失礼しました。まあいい、今日の私は機嫌がいいのだ。この謎を解けば見逃してやろう。だそうです。142番、コップのマジック。3つの同じ紙ポップを伏せておく。ただし真ん中のコップに自分だけわかる小さな印をつけておいた。あなたは目隠しをして相手にどれか1つのコインにコップにコインを隠して、他の2つのコップの位置を入れ替えてくださいと言った。さて、目隠しを取ると図のようになっていた。コインはどこだろう？どれか1つのコップにコインを隠して、他の2つのコップの位置を入れ替えてください。入ってないコップの位置が移動してるはずだから。B と C が入れ替わってるから、A に入ってるはずだから、A。これは自信あります。はい、来た。やったー！もっと謎が解きたいです。正解、A のコップ。最初に真ん中だった印のあるコップが右に動いたのだから、真ん中と右のコップが入れ替えられたとなる。ならば動いてない A にコインが隠されているということですね。はい。すべての謎を解明です。レイトンからの挑戦状や配信問題などその他謎をお楽しみください。配信問題も配信が終わっちゃってるので、しかもこの中古で買ったんですけど、今回ね。このソフトにはもう週刊謎通信ほとんど入ってなかったんで。ふむ、なかなかやるな。またしてもいい暇つぶしになった。ラルフさんはずっとここにいるんですか？
あ、そうだ、暇だからな。それに町をうろついてるマフィアたちが怖いのだ。奴らはこの町を恐怖で支配し、思うがままにしたいのだろう。私のような善良な一般市民は震えて隠れてるしかできないのだ。だそうです。お、しかもおもちゃの車のコースが増えたよ。というところでございますね。さあ、とりあえず本編内の謎は全部出ましたので、じゃあ順次やっていきましょう。まずはおもちゃの車。これ何なんだろう。おもちゃの車をパネルで誘導し、コース内に散らばったアイテムをすべて回収してゴールを目指そう。まずコースにパネルを設置します。パネルの種類と枚数はコースごとにあらかじめ決められています。右側からコースのパネルを設置します。はい。パネルは岩、木や岩、橋やスイッチなど、物がある場所には設置できませんが、草地や砂地などには設置できる。ジャンプパネルを上に置くと、車が一マス先までジャンプして障害物を飛び越える。矢印パネルの上に車が通ると、矢印の方向に進行を変える。ただし一度通ったパネルは消えます。限られたパネルをうまく配置して車を誘導していきましょう。またスタート地点をタッチすると発進の方向を変えることができます。はい。川に設置されている羽根橋はしっかりと向こう岸までかかっていなければ渡ることはできません。コース上にある黄色いスイッチを踏むと橋の状態が切り替わります。水に落ちないように注意しましょう。パネルを戻すボタンをタッチするとコースに配置したパネルをすべて元に戻す。はい。パネルの配置が終わった発進ボタンで発進。走り出したおもちゃの車は無事思い通りルートを走ってゴールまでたどり着くのでしょうか。アイテムをすべて回収しなければゴール地点に到着してもクリアにならない。車が障害物にぶつかったりコース外に落ちてしまうと失敗。コースは全部で10種類。すべてのコースを制覇すると何かいいことが起こりますよ。というところですね。なんか一個ない。全謎を解いたにもかかわらず一個ないと。いいでしょう。まず1個目、マーガレットの散歩道。長生きの秘訣は適度な睡眠と適度な運動よ。運動といえばあなたに素敵な散歩コースを教えてあげるわというと、目印がついたところをたどろう。あ、この旗を全部取らないといけないね。とりあえず、じゃあ分かんないけど、とりあえずやっぱ旗の上には置けないんだな。なんだと？旗の上に置けないとは。むずねこのゲーム。このゲーム一面からむずいんやけど。すればいいか。あ、いったいった。これや。行くはずです。早っ。思ってるより早い。おもちゃの車。いけた。はい。じゃあ続いて、頑張れボストロ。お前らはボスからの命令だ。金庫の金を持っていかなきゃいけないんだが、どう回収したらいいんか。ボス、全部のお金を回収しよう。全金。
下行くしかなくなる。ちゃうな、微妙にちゃう。上、いや下に行くしかない。なんか惜しいな、なんか惜しいとこまで来てる。あ、行った、これや。行った。周りを回らなかった。なるほどね。これむずいな。攻略サイト使うか。いや、できんこともないけど、すっげえ時間かかる。ぬぐちやんつって。未来のお嫁さんが今すぐ愛を届けに行くんだわさ。お土産はこのケーキなのね。ぬぐちゃん待っててほしいのよ。ケーキを全部取ってルークの元へ。なんか余ったんやけど。いや、橋がどういう挙動をするんか分かれへん。なるほどね。橋はそういう挙動をするのね。飛んで飛べばいいんだよな。行けました。これ簡単やったな。砂漠のポーロ、また迷ってしまったのです。見渡す限り砂ばかり。砂漠なのです。干からびる前に海辺の町へ行きたいのですが、どう行けばいいのでしょう。ポイントを通過し海辺の町へ。むずすぎるぞこれ。ちょっともうこれは答えを見ちゃう。荒技やな。荒技やで。これジャンプ2回しちゃうっていうね。
そもそも車ジャンプせんからな。じゃあ続いてベッキーのやつ、ベッキーの使い。全くマックスったら先にホテルに行ったのに途中でいろいろ落とし物しちゃったんですって。ホテルへ向かいながら落とし物を拾ってあげないと。落とし物を全部取ってホテルへ。おいギター。よし、じゃあ攻略サイトで最初のスタートの向きと最初の3手ぐらいだけ見てやろうか。そしたらちょっと面白くなってくる。最初の3手だけね。スタート向きはこのままで合ってます。で、最初の見てはこうなってますんで、ここら辺から考えていきましょう、自分で。ってなったらもうほぼ答えは出てるようなもんですけど、ユケール。あれ、間違えた。間違えた。あ、はい、いけてる。これでいけるはず。よーし。急げバートンクリアです。続いてスティーブの宝島。このコースはわしからのささやかなプレゼントだよ。簡単だろ。何？宝物が見える？欲しければ知恵を絞ってごらん。宝物をすべて集めてゴールだ。めっちゃ宝物あるやん。マリオブラザーズ2みたいなとんね。最初の3手だけ見ようかな。3でこれでこっからです。これでもこの感じからするともうジャンプは使われへんな。ジャンプ使わんのちゃう。あとはどう取ってっかやな。これで一応全回収か。全回収したな。あとは脱出。あ、いったんちゃう、これで。
よーし。だからか。欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをかけてでも、つって言ってね、言うておりましたけども。続いて、秘密の人参畑。こっそり作っておいた人参畑、そろそろ収穫してもいい頃間、こんなにうまそうに育つなんて。よし、今夜は人参パーティーだ。人参を全部収穫しようということで、やっていきましょう。まずはスタート向き。スタート向き、こっちです。はい。で、最初の一手、2手、3手となっております。じゃあジャンプでしょうね。もう1ジャンプしてみろ。あ、もう1ジャンプしたらあかんねん。これを難しいな。下に上、下に行くか上に行くかやね。これで回収したんちゃうかな。オーケー、無事クリア。最初の3手が肝やな。続いてすっからかんのラルフ。大変だ。カジノに入り浸っていたらすっかりお金がなくなってしまった。マフィアたちに見つかる前にうまく集金できないものだろうか。全部のお金を集金しよう。というところで。これは、向きはこのまま OK。1、2の3手。はい、ここから考えましょう。どこで曲がるかやな。こっちで。で、いけんちゃう？で、いけんちゃう？よいしょ、いった。コース後半の方が難しいってわけでもないんや。新しいコースが追加。レイトンリバル。レイトンリバル。レイトンリバルですね。いかにいい発音で言うかみたいな勝負をしておりました。さあ、よくここまで来たね。私から素敵なプレゼント、謎をプレゼント。ここまで来れた君には少し簡単かもしれないけどね、つって。山高帽をすべて届けてあげよう。もういらんやろ、一個で。一個で十分やの、帽子なんか。まあ、向きはもうこれしかないんで、っていうところですね。で、最初の3手を見ます。はい、こっからです。まあ、飛ばすよね、一旦。で、どっちの回収から行くかやな。まあ、一旦こっちを回収しようか。上での、こっちを回収しの、やっちゃうな。下。右があと1回しか使えないっていう。右1回ってしんどいな。
どうしたんや。あえてここは飛ばない、飛ばないで右に行く、そして下に行って行っての回収しての橋渡りのジャンプは無理か、ジャンプは無理。下がりの右行きの上行きのジャンプは無理か。一個残る、一個残っちゃう。でもこの右側の騎士の考え方は OK なんやねん、多分。あとはこの左の挙動やな。さっき、上行きの下戻りのの右行きのの上行きののジャンプーのか。こうや。はい、来た。無事クリアです。おめでとうございます。全てのコースを制覇しました。レイトンからの挑戦状に正しき道を進みし者の部屋が追加されましたということでございました。全てのコースクリアでございます。さあ続いて先に不思議な絵本行きましょうか。ところどころ絵の抜け落ちた絵本にシールを貼り付けていきましょう。シールを貼るボタンをタッチすると所持シールが下に並びます。スライドさせて絵本に貼りましょう。シールを剥がすボタンをタッチすると絵本に貼り付けたシールをすべて剥がすことができます。また下画面左右に中央にある三角形のボタンをタッチするとページをめくることができる。絵本の下画面にシールを貼ると上画面に表示されている絵本の物語、シールの絵柄に合わせて変化します。物語の辻褄を合わせながら正しい場所にシールを貼り付けて正しい物語を完成させましょう。絵本に貼り付けるシールは旅の途中で手に入るのです。はい。不思議な絵本は全部で3冊、絵本ごとにそれぞれ別の物語とシールが用意されている。1冊目の絵本が完成したら2冊目にという感じですね。すべての絵本の物語を完成に導くことができれば。はい、じゃあ行きましょう。不思議な絵本。よく晴れた素敵な朝のこと、僕は草原を歩いていたら、右側に木があるところで、道の真ん中に赤いもの、道の左側に黄色いものが落ちているのを見つけたんだ。落とし物かな、これは放っておけないねっつって、真ん中に木があるところで、あ、道の真ん中になんて赤いもの、リンゴと道の左側に、あ、右側に木があるところで、リンゴの木があるところで、道の真ん中にリンゴ、道の左側に黄色いもの。今バナナにしとこうか、とりあえず。ページをめくります。真ん中に木が生えている広場にやってくると、木の下に何かを熱心に拾っている人がいたので話しかけてみたんだ。僕は落とし物をした人を探してるんです。困っていそうな人を知りませんかって言ってますけども、木はもうこれしかない。真ん中に枯れた木の生えている広場にやってくると、下で何かを熱心に拾っている人、まあ、とりあえずヒゲマフラーにしよう。そのおじさんは口ひげをパコリとさせてこう言った。そのバナナは私のものですよ。見つけてくれてありがとう。これはそこの枯れた木から落ちたものばかりのものです。お礼に差し上げます。そのおじさんはポケットから赤いものを長靴を取り出して手渡してくれた。それはピカピカに磨かれていてとても美味しそうだった。ちょっとさすがに、なあ。長靴は食わんしな。これと入れ替えか。
僕は草原を先に進んでいった。そうすると人が歩いてきたので、女の子が歩いてきたので声をかけてみた。僕は落とし物をした人を探しているんです。落とし物はこの長靴なんですが、その女の子はもじもじして小さな声で言った。私にはよくわかりません。この先に家があるからそこで聞いてみてください。私はお礼を言って先を急いだ。長靴を落としたのはこの人の家の人かな。そうすると白い壁の家の扉を開いた。すると優しそうなおばさんが扉を開けてくれた。こんにちは、何かご用を。その家の食卓に美味しそうな黄色いものが置かれていた。さすがに帽子は怖いしなってなるとバナナを回収しないといけない。こんなことある？リンゴの木のそばにさ、なんかこんな2つの帽子とこれ見よがしな長靴が置いてあるなんて。僕はこの長靴を落とした人を探してるんです。いや、これはうちの子の長靴のようだね。どうもありがとう。おばさんお礼だと言って食卓のバナナを手渡してくれた。あとはもうリン木やな、枯れた木なのかリンゴの木なのかというとこですよ。入れ替えておく？これで正解ない。はい、読みましょうか。二つの私マナ。はい。まあ読んだからもういいか。これでよし。落とし物は2つとも持ち主に渡すことができたし、美味しそうなリンゴとバナナも手に入れた。僕はすっかり嬉しくなって、口笛を吹きながらどこまでも歩いていけるような、いけそうな気がしていた。だそうです。さあ続いて、2冊目。ここは町外れの喫茶店。今日はお店のマスターがお出かけなのでと。マスターは誰やろ。とりあえずドンポールにしとこう。店員の私がお店番です。おじさまは扉を出るときに、しっかり頼むよ。なるべく早く用事を済ませて帰るからね、と言い残してきました。おじさまは見送った後で忘れ物に気がつきました。カウンターに白いものが置いたままになってます。白いもの。傘？キノコ。あ、大変。でもおじさまどこに出かけるのかよく聞いてなかったわ。しばらくして扉のベルが鳴りました。今日の最初のお客様はこの人です。ひどい雨だ。あったかいのを頼むよ。とびきり暑いのをね。ちょっとポールさん、あったかい、とびきり暑い、あったかい、なんかわからん。ここはそう言って窓辺の席を、ああ、じゃあ、雨やな。雨っぽい。キノコではなさそうやね。雨が降り出していると。続けて勢いよく扉が開きました。石畳に落ちる雨の音に流れ込ん、雨の音が流れ込んできます。次のお客様です。ふう、天気予報の通りだね。雨ですっかり冷えちゃったよ。あったかいのをください。そう言って店の奥に向かいます。この人の指定席です。じゃあおばさんにしよう。さておじさまの代わりに窓辺のお客様にココアを作ります。そうそう、奥の席のお客様にもコーヒー作らなきゃ。あら大変、白いものが見つかりません。ミルクかな。その時に扉のベルが鳴りました。よかった、おじさまだわ。喜んで振り返ってみると別のお客様、この人も常連さんでいつもカウンターに座るのです。使えたな。でもここの白いものが手に入ったのは嬉しいな。キノコ？ああ、でもこの白いもの？シールがないよ、そんな。白いもの。こうか。で、紅茶を頼みます。男の子はカウンターにキノコを置きました。これをお分けしますよ。
ありがとうございます。でもごめんなさい、紅茶はできません。ミルクがないんですもの。正直に言いました。私の声を聞きつけた窓辺の探検家は、私はココアをブラックで飲むよりもほんの数滴でいいミルクから欲しいなと髭をひねります。なると探検家は、これはあいつやな、こいつやな、こうするか。奥の席のおばさまは大きな声で、英国風のコーヒーにはミルクだよねって言うし、カウンターの男の子も紅茶が飲みたいと、ここまで来たのに残念です。と、メガネの奥から見ているし、メガネ？メガネ？メガネ？お前メガネやないかい。で、扉が鳴って、男の子が帰ってきた。おや、たくさんのお客さんだ。みんなさん、雨の中、ようこそいらっしゃいませ。私は男の子のとんがり帽子を見て、ほっとしました。ってなると、ババアだ。口が悪い。どこを見てもミルクが見つからないんです。おばさまは目をグリグリさせて言いました。お前何言ってんの？ミルクがなくなったから買いに行ってくると言っておいたじゃないかと。いうところか。あとは飲み物か。じゃあな。紅茶にはミルクだよね。コーヒーが飲みたい。ココア、ココアとコーヒーが逆かな。リッターできた。完成です。雨の日の喫茶店。おばはんと傘が置いてあって、紅茶とコーヒーとミルクを作ったっていう話ですね。おばさまに怒られてしまいました。それからおばさまは大急ぎで温かい飲み物とキノコ入りのパイを作りました。お客様は大喜び。私も嬉しくなりました。雨の日の喫茶店、あなたも遊びに来ませんかっつって言うておりますけれどもね。続いて、3冊目。ある日、私の友人である旧家の当主から解決してほしい事件があると連絡があった。私は早速彼の家を訪れた。入り口では黒ずくめの男が出迎えてくれた。黒ずくめ。黒、もう人物が多い。シンプル人物が多い。まあ、君かね。羊。友人によると暖炉の上に置物が消え失せたという。この屋敷にはあまり人の出入りがないんだ。きっと屋敷の誰かが隠したんだよ。少年が扉の陰で囁いた。彼は自分の勉強部屋で情報を話すと言い出した。少年。少年、少年、はい。少年。御曹司。もうだってあと少年いないもんね。コック？御曹司やろう。友人によると、暖炉の上の置物。着物はここで置くんじゃないのか。友人が誰かやな。庭師。お手伝い。まあ、とりあえずお手伝いにしようか。
そこには先客がいた。あ、お坊ちゃま、実はお客様ご一緒でしたか。ちょっと失礼します。男は部屋を出ていった。あの人は？あの帽子でわかる通りさ。僕に何か用があったのかな。じゃあコックか。あとは？だってハゲ取るやないかこいつ。なんの帽子やろ。あ、ハゲ取るやないかこいつ。ほんまにハゲてないやないか。あんまり帽子かぶってないやないかってなったこいつやな。ハゲ取るやないかを言いたいだけや。おや、もう一人いるようだね。にゃー、何かがいた。にゃー、はい、にゃー、猫がいた。ふふ、彼女は我が家の女王様さ。おっといけない、勉強の時間だ。話は後でね。一人で勉強なのかい。まさか家庭教師がいるんだ、ちょびひげのね。私は食堂へと行ってみた。そこにいた男は急に現れた私に驚き、堂々とした。お客様でしたが、驚かさないでください。ここに誰がいてもおかしくないよね。別に。当主。今落とした道具はあなたのものですか？いえ、お坊ちゃんのものですよ。庭で仕事中に見つけたもので返そうと思って。坊ちゃんは食いしん坊ですから、いつもここにいるんですよ。時計かな？ってなるとこいつは庭師か。庭師。はい。広間から見えていた庭に出てみると、そこには男がいた。彼はそこの道具を見ながら、これ持ち主を探してるんですよ。青いズボンを履いている庭師ですがね。庭師は青いズボン履いてる？青かどうかは判別できん。ここには男がいた。家庭教師かな。そこに女性がやってきた。あら、ここでしたのね、お客様。ご主人様がお呼びです。わかりました。あなたはお坊ちゃまの勉強の時間ですよ。家庭教師は慌てた。おや、もうそんな時間か。彫刻がやってくるわけないもんね。いや、また猫だ。あら、足が泥だけじゃない。また庭に出たのね。女性はため息をついた。庭に？ええ、屋敷に人は知らないんですけど。ちょっと待って、まず女性どこにおんの？あ、ここか。当主によると、暖炉の上に、うん。ありそう。で、女性がここにおる。で、猫が泥だらけ、手伝いはため息をついた。庭に、ええ、屋敷の人は知らないんですけど、穴を掘って大事なものを隠すんです、犬みたいに。泥だらけの足跡のそばに銀色の道具が落ちていた。そうか、これは勉強部屋のコックが、そうか、ん？これはそうか、勉強部屋のコックは、これが欲しくなって探していたんだな。消えた置物の詳細を当主に聞いてみた。彫刻。ああ、もう正解になっちゃって。一発で正解しちゃって。消えた彫刻。ある日、私の友人である旧家の当主から解決してほしい事件があるという連絡があった。私は早速彼の家を訪れた。入り口では黒ずくめの羊が出迎えてくれた。当主によると、暖炉の上の彫刻が消え失せたという。この部屋にはあまり人の出入りがないんだ。人屋敷の誰かが隠したんだよ。御曹司が扉の陰で囁いた。彼は自分の勉強部屋で情報を話すと言い出した。そこには先客がいた。あ、お坊ちゃま。実は、ああ、お客様もご一緒でしたか。ちょっと失礼します。コックは部屋を出て行った。あの人は？あの帽子でわかる通りさ。僕に何か用があったのかな。おや、もう一人いるようだね。にゃあ、猫がいた。ふふ、彼女は我が家の女王様さ。おっといけない、勉強の時間だ。話は後でね。一人で勉強なのかい？まさか、家庭教師がいるんだ。ちょびひげのね。私は食堂へと行ってみた。そこにいた庭師は急に現れた私に驚き、腕時計を落とした。
お客様でしたか。驚かさないでください。今落とした腕時計はあなたのものですか。 いえ、お坊ちゃまのものですよ。庭で仕事中に見つけたので返そうと思って。なんで食堂に。お坊ちゃまは食いしん坊ですから、いつもここにいるんですよ。広間から見えていた庭に出てみると、そこには家庭教師がいた。彼はそこのスコップを見ながら、これの持ち主を探してるんですよ。青いボタンを、青いズボンを履いている庭師ですがね、と言った。そこにお手伝いがやってきた。あら、ここでしたのね、お客様。ご主人様がお呼びです。わかりました。あなたはお坊ちゃまの、あなたはお坊ちゃまの勉強の時間ですよ。家庭教師を慌てた。おや、もうこんな時間か。にゃあ、また猫だ。あら、足が泥だらけじゃないの。またお庭に出てたのね。お手伝いはため息をついた。庭に？ええ、屋敷の人は知らないんですけど、穴を掘って大事なものを隠すんです。犬みたいに。泥だらけの足跡のそばには銀色のフォークが落ちていた。そうか、これはそうか。勉強部屋のコックはこれがなくなって探していたんだな。消えた彫刻の詳細を当主に聞いてみた。それはピカピカ光るものですか。そうだね、小さな女神像だが見事な銀細工なのさ。なるほど、どうやら事件の真相が分かりましたよ。本当かね、さすがだな。当主が広間にみんなを集め、私は真相を話し始めた。彫刻がなくなった後に庭で庭師があるものを見つけ、御曹司がいたずらしたと考えました。穴を掘った後に御曹司の腕時計を見つけたのです。家庭教師も疑っていました。御曹司の勉強部屋の床に泥がついていたのを見て、何かが起きていると感じます。彼は証拠を見つけようと庭に出ていましたね。よく見ればあの泥は猫の足跡だったと分かったはずですが、コッコも疑いを持っていました。それは彫刻のことではなく、亡くなったフォークを気にしていたのです。彼はいつも食堂に居座る御曹司がいたずらで持っていったと考えたのです。ひどいや、みんな僕を疑っていたのか。彫刻なんか隠さないし、スコップなんか使ってないし、人に黙ってフォークなんか持ち出さないよ。御曹司は怒り出した。みんな君をかばおうとしていたんだよ。御曹司はみんなを見ました。そうなのかな。当主は優しく言った。この屋敷に悪い人はいない。その通りです。本当の犯人はあそこにいます。にゃあ、彼女はキラキラ光るものが大好きなのです。銀の彫刻、腕時計、銀のフォーク。それを庭に隠していたんです。なるほど、そうだったのか。私はにっこり笑っていた。謎解決。なんそれ。なんそれ。まあまあ丁寧なザジーが出て、なんそれっつって。レイトンからの挑戦状に空想の世界を描き、描きし物の部屋が追加されました。ということでございました。3つの絵本が完成ですね。さあ、ラストはおしゃべりオウムなんですけど、これはちょっとめんどくさい。めんどくさいですよ、これ。これも、まずその人のところに会いに行かないといけないですからね。じゃあまずはおしゃべり相手を探しましょう。3人目、レストランのバッカス。